花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、今日もなんか戻ってきたね、また暑さが。暑いですね。え、もう秋になるのかなとかちょっと前まで思ってたね。まあ9月ですからね。ねえ、でもまあちょっと残暑が、そうそう、ありますね。セミが鳴いてるよねと思ったら耳鳴りになったんだよ。それは病院へどうぞ。毎週言ってます。いやー、なんか、うん、はい、いろいろね、あちこちね、あの方も来ますけどもですね、はい、今日楽しくねやっていきましょう。今日はね、はい、以前お見えになりましたけどもですね、スペシャルなゲストをご紹介しましょう。佐藤隆一さん、イエイ。どうも、こんにちは。どうも、前回に続いて2回目です。佐藤隆一です。今日一人バンドの相棒を連れてきたんで、ベースの大浜和文です。大浜です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう2人ともね、もう先輩ね、大浜と俺同じ年で、辰年生まれなんで、ザ・ドラゴンっていうバンドを一緒にやってます、うん、それがもうびっくりしましたね。みんな辰年の方がね、藤田君以外はそうですよね。まあ、3人なんですけど、辰年、はい、同じ年生まれね。ああ、そうですか。1952年の辰なんですけど、うん、これは、まあ、坂本龍一とか村上龍とか、中島みゆきとか花椒とか、みんな同じ年です。そういうことですかね。52年生まれ、辰年。あ、浜松もそうなの？あ、そうなのって、キさんのを見てよね。1952年生まれらしいです。ああ、そうですか。いや、なんかお元気ですよね。あ、もういや、いや、お元気っていうかね、最近僕、上の人はあんまり少ないんですよ。あ、それは、エディ・バーンさんとか、ね、まあ、来週もいら、誰だっけ。荒井武さんとか、はいはい、あの辺ぐらいしか上がもういなくなっちゃって、はい、でも上の方がものすごく元気がいいですね。そうですね。なんかこうフェードアウト気味になってる人もいますけどね。まあ、俺は元気ですね。ね、70年代を知ってる世代ですから、70年代のど真ん中出てきて、そうですね、72年デビューなんで。ねえ、もう70年ですからね、うん、もうこの世界はもうデビューが長い、ね、先にデビューした方が兄さんになるんですけど、うん、本当のお兄さんだもんね。うちの兄貴と同じ年だからね、すごくね。自分はなんかブランクあったんで、歌歌ってない時期が、まあ、ゲームの音楽やってた時期が20年ぐらいあったんですよ。そうですか。ブランクあるんですけど、まあ、それ吉田よし子とか仲間も一回ブランクあって。そうですね。なんかね、ここでお越しになるね、ゲストの方はやっぱりこう、ずっと長くやられてるんだけども、それぞれのなんか子育てだったりとか、うん、いろんなことでこうやってなかった時期が皆さんね、そうですね、自分は世界中放浪したりしてたんで、放浪 ね、すごいですよね。でもこちらと相棒の大浜はもうずっとこの業界にいたんで、ものすごい量のキャリアがあるんですけど。いや、もう大浜さんはね、もちろんペンギンでね、まあ、誠さんとかとね、はい、僕もラジオ一緒にやらせてもらったり、ライブにね、はい、行かせていただいたりしますけども、ベースなんだけどもすごいんですね、キーボードシンセ。そうですね、ピアノが本職ではないかと俺は思う気がするんです。どうですか。まあ、どっちも、まあ、スタジオミュージシャンではピアノ弾いてますけど、ね、でも学校はコントラバス、もともとはコントラバス、うん、中学はピアノかな、ピアノかな、うん、で高校が作曲家で、うん、大学は器楽家でと、うん、いうことで、その3つね、作曲ちゃんとしたお二人の前にして、うん、俺すごくなんかこうやりづらいんだけども。まあ、自分のアルバムね、演奏と編曲全部一人で、はい、作詞作曲編曲全部やってるんですけど、それがね、さて、その今回ね、はい、発売になりましたけどもですね、はい、10ショートストーリーズっていうアルバムが、はい、出ました。8月15日発売になりましたんですけど、はい、これは2年ぐらいやっぱかかりましたよね。そうですか。この十何年で3枚アルバム作ったんですけど、3枚とも全部自分で、はいはい、演奏して
やってます。すごいですよね。これこの中からね、今日はね、転生とストーリーの中からですね、まず聞いてみましょうか。はい。1曲目のオープニングナンバー。オープニングナンバーですね。調子パズルのブギー。はい。私が歌うのは調子パズルのブギー、不揃いのヒールで押しも揺れるブギウギ、やるせない夜には調子パズルのブギー、よく冷えたビールで油注いで調子こい、これから酔っ払え、夢見せてあげるからチップ弾んでちょうだい、夜明け前が暗い、誰も目覚めてはいない、カラスとあたしだけ、調子パズルのブギー、私が歌うのは時代遅れ、はい、ということでですね、調子パズルのブギー、これもまあ ご機嫌なね、はい、ナンバーですよね、これ、まあ、これなんだろう、ファンキーロックンロール系っていうか、なんか、うん、こういうなんかタイトなね、はい、でも、うん、あのね、ちょっと古臭いっぽいのをあえてやるのが割と好きですよね、これなんか僕スペシャルズとか ああいうなんかイメージかもね、ちょっとレゲスカが入りますから、ね、はい、はいはいはい、はい、もともとあれですか、こういう方、どういうのがジャンル、ね、ジャンルっていうか、それがね、まあ、シンガーソングライターの人ですけど多いかもしれないですけど、俺は割とブルースとかラテンとかレゲとか R&B とか、うんうん、何でもやるんですよね、ボサノバとかもやるし、うんうんうん、バラードも、もともと多分フォークなんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱり70年代から聴いてきたいろんな音楽のエッセンスが自分の中にあるでしょう、それで、うん、あんまりジャンルには問わないと思います。ただ色としてはブルースとかレゲエの色強いですね。ブラックミュージックが好きなんですね。なるほど。やっぱりあれですか、そのエレックレコードに いらしたことが、はい、その話、そうですね、伊藤薫っていうラブイズオーバー作曲した彼と、はい、リュープラスワンっていう初め名前で、その後リュートカオルっていう名前でアルバム作って、うんうん、シングル2枚アルバム1枚出して解散して、まあエレクからソロでアルバムとシングル出したんですけども、うんうん、5、6枚出したんですけど、うんうん、3年ぐらいの間でしたね。でもそれがやっぱり結構一生自分に影響することになったんでしょうね、はいはい、19から21、2ぐらいの時なんですよ、はいはいはい、で1回はもうそれで23ぐらいで辞めて外国ずっとインドとか行っちゃったんで1回うん、途切れるんですけれども、うん、まあでもそういえば9月29日つい先週に歌の市っていう元エレクレコードのアーティストを集めて、はいはいはい、丸山恵子、吉田よし子、生田圭太郎、はい、俺と藤岡藤巻っていう、はい、昔マリちゃんズって言ってた、はいはいはい、5組 で自分の主催でこれ2年に1回ずつやってるんですけども、もう 10年目なんですけども、10年もやられてるんですかね、はい、2010年から。そうですか、うん、今年はもうオリンピックイヤーでどうするんだろうとか言ってたんですけど、うん、オリンピックがなくなって歌の道だけ残ってっていうことでやりました、うんうん、でもやっぱり店の店員をね、うんと 40% ぐらいに制限して、うん、ソーシャルディスタンスでやったんで、うん、だけど、まあ、今は続けることに意味があるかなとは思ってますよね、その日を絶やさないっていうの、
そうですね、まあ同窓会みたいなもんですけども、うん、誰かが言い出さなきゃな何も起きないんで俺が仕切って主催してやってます、うんうん、はい、先日丸山恵子さんもねいらして、はいはいはい、あのその前は、まあ、生田圭太郎さん吉田石子さんね、はい、あのいろいろあの僕もお付き合いさせていただいてるんですけども皆さんなんかあのなんていうかなあのいろんな時期があったと吉子さんなんかも、うん、あの最初僕もこう13年になるんですけど最初の頃はやっぱりあのちょっといろんなことがあってね辛い時期もあったみたいだけど、まあ、今はもうすごく輝いてねだからこうラジオやってるとねそういうのがねあの残ってるんですね、うんうん、動画とかがね、はい、うん、それは面白いですよねあの自分がそのエレク行ったの19から20歳にかけたなんですけどだから恵子とか吉子とかまだ17ぐらいの頃から知ってんですよ、で17ぐらいから知ってて今みんな60いくつで今でも元気でやっててっていうのは何とも言えない味わいがありますよね、まだ少女だった頃から知ってるんで、素晴らしいですよねそういう仲間がね、そう人生のほとんどね、うん、美しい時代からずっとこう熟年まで美しいいや今も美しいでしょだから若い頃からねそうそう知ってる人ってなかなか周りにやっぱりその同じ釜の飯を食った仲間っていう意識がやっぱりありますかね、うん、そうだねでやっぱりね、うん、その人たちは違うんだよねやっぱりあの、うん、どっかそれはやっぱり、うん、その、まあ、その生き様となんかそのメッセージと、うん、なんだろうね、うん、あの本気度が違いますよねなるほどね、うん、なるほどね、うん、音楽にかける、はいはいはい、まあ、ケイタロウさんにしても、あ、そうですね、うん、そんなんで仲良くたまに歌の詞関係なくてもあそうですねケイタロウさんとは一番しょっちゅうやりますけど、そう、もうたまにね電話あるとね慶太郎さん電話長いんですよ結構でもあのつい最近もね電話でいろいろお話しましたけどもですね、はい、誰だ慶太郎は切っとけよみたいなすいませんということでねこのアルバムね、はい、あのこれの中からですねもう一曲、はいはい、ご紹介いたしましょうか、はい、じゃああの次の曲はですね万物ロックっていうんですけどはい、はいはいこれね最後の方までかけてもらえればかけてもらおうかな、あの結構サイケないろいろ出てくるんですけど、はいはいはい、まあ、あの一言言うと諸行無常みたいな話なんですけど、はいはいはい、このアルバムなんていうかねいろんなそのバリエーションに富んだね、そうですねちょっと、ね、あのサイケっていうかあのインドっぽかったりする、インドっぽかったりとか、ね、する部分もありますね、ありますよね、はい、じゃあお送りしましょう、バンブスロック、泣き出しそうか、見上げる暇もないくらい忙しいのか、いっぱいか、だるまさん転んだと10回数えて後ろ振り向けばまた一人消えてゆく友がいる、目隠しお兄さんこちら手の鳴る方へ、後ろの正面ふわり、カゴの中の鳥は誰、襲っては来ないか、
咲き告げずに伸びた桜咲け魚もて去りゆく者愛おしむ消滅地平に真っ赤な夕日落ちればカラス山に七つの子があるからと泣いているのかブラインボーバンバン万物一切合切のびた夕べ出会ったあの子も永遠の愛誓ってもバンバン万物諸行無常ののびたあんた方上よカゴの中の鳥は誰ということでですね、これもまた素敵な曲じゃないですか、バンバンロックですね。ね、あの購入方法だけ一つ言わせてください。はいはいはい、あのこれあの普通の流通とか出してないんで、あの会場で発売するか、あの、はいはい、自分たちで直接販売してるんですね。だからあのネットで佐藤隆一で検索してくれば。自分のホームページかツイッターとか佐藤隆一さんのホームページ、はいはい、ホームページもしくはツイッターとかツイッター、はい、そこからあのどこで買えるか分かります。あのネットで販売サイトあるんでそこで、あ、そうですか、あの注文してくれればあの送料こっちで送料もこっちで送ります。銀行振り込みで送ります。あ、そうですか、言ってます、はい、転生とストーリー、転生とストーリー、ぜひお求めくださいね。これは素晴らしいですよね。もうパンドラズボックスのようなねアルバムになっておりますけどもですね、はい、っていう、まあラブアムの話はまあそういう、はい、そういうことで10個の短編小説のような、あ、確かに仕立てですね。で、あのジャケットネーム自分でこれ書いたんですけど、すごいですよね。説明するとね、これ自粛中にあの稲毛の海行って、あの東京を見てんですよ。だからスカイツリーが右側の方にちょっと見えてんですけど、あ、そうなんですか。手前に波があって海があって向こうの方にあの東京の下町の、あ、本当だ、あのこの時は東京に行くことができない状況ですよね、自粛期間中なので。夕日になりましょうか。そうですね、夕焼けですね。まあそういうんで毎回あのアルバムのジャケットで自分で描いてるんですけどね。あ、すごい、すごい、いろんな才能をね、皆さんね、すごいですよね、っていうことです、うん、ということで、はい、じゃあファックスをね、松下さんの方からご紹介しましょう、ね、いただきました、うん、川村由美子さん、ほう、川村由美子いただきました。カナオさん、としみさん、キキさん、こんにちは、うん、リュウさん、大浜さん、いつもドラゴンのライブ楽しませていただいています、ありがとうございます、はい、これ先週届いたんですね、うん、ちょっとあの、あ、先週だったね、そういえば、そうなんですよ、はいはい、いただきました、うん、はい、あとは、博多のミキさん、うん、皆さんこんにちは、はいはい、台風の接近が怖い中ですがとりあえず晴れてます、うん、さて今週のゲストは佐藤隆一さんに大浜和文さんのお二人ですね、ようこそ、はい、実はおいらもチームドラゴンの一人です、もうすぐ56です、辰年でしたね、一回りあれか一回りした、ね、博多の美希くん ね、 美希さんね、この間ね、山本東京寺さんがね向こうあのライブで行かれた時にね、いろいろお世話になりました、ありがとうございました、はい、動画をいくつか拝見しましたが、はい、AI やカナリアなど、うん、言葉を大切にされてて、かつベテランならではのノスタルジックな旋律が気持ちよいです、うんうん、ありがとうございます。川崎FMのお昼を気持ちよく飾っていただきそうで楽しみです、はい、リクエストはありません、うん、集中豪雨の夜だけは季節柄タイトル的に困りますけど、カナオさん、うん、風の中で盾が聞きたいです。風が強いよ今日は、ね、いや俺ちょっ と、 っと今日できるかどうか分かんない、ねね、明日のマイタービーム明日のねマイタービームでのライブ楽しんでください。あ、明日ライブだね、僕もね、はい、自分の宣伝するのいつも忘れるんだよね。パワーを皆さんに届けてください。はい、おいらは日曜日に久しぶりに山本教授さんのライブに行ってきました。 ありがとう、うん、打ち上げまで参加できたんで初めてじっくり打ち上げまで行ったとやまきさんやろ初めてねお話することもできて最高でした。あ、そちらも台風の影響による天候不良が予想されてます、うん、皆さんとにかく無事で行きましょう。うん、そうだね、ありがとうございます、ね、いつもね、はい、はい、あと一つだけ読ませてください、はいはい、これは久しぶりにチャーリー佐藤さん、チャーリー佐藤さん、はい、投げ銭来てますね、投げ銭今日1万円、今日1万円ちょっと懐具合がねしけております、使えないしけてる理由があると思いますよ皆さんこんにちは、暑いですね、ご無沙汰いたしておりすいません、はい、2ヶ月ぶりのお便りです。ちょっと読んでて、俺ちょっと忘れました、はい、暑い中杖の二本差しや歩行並びに
暑さにより家飲みの続いていた私はこれではいかんと一念発起、昨日は西新井大佐に 大使にお参りし、近くの日本そば屋で一杯、帰る途中の居酒屋で3杯、家で着替えて中華料理屋で何杯飲んだかわからないぐらい飲みました。おかげで元気が戻りました。皆様も残暑に負けないようご自愛ください。佐藤さん足がちょっと今悪くなっちゃったみたいで、お大事にしてくださいということで1万円なんでしょうね。ちょっと具合が悪い。具合が悪いの？そうです、ね、どこが？なんか両方あ腰だ、腰だ、腰が来たんだね。あの前もね、本当両方杖ついてね、ライブ来てくれたことありましたね、はい、佐藤さんね、お大事に、本当にお大事にしてくださいね、はい、一回飲もうか、酒でもね、はい、治れないと。今日はこれぐらいかな、今のところ、はい、そうですか、はい、ということでですね、今日は佐藤隆一さん、大浜、和文さんね、あのお越しいただいておりますけどもですね、まあそろそろね、生演奏、今日はあのギターで、大浜さんはアコースティックベース、素晴らしいですねこれね。アコースティックベースって珍しくない？マクシタ君。私詳しくないけど。あ、本当。珍しいと思います。いや、あのね、すごいいい感じの音なのよ、またこれが。ブラザースポーとかね。ありましたね。あのね、それでさっきちょっと途中まで言ったけど、はいはい、大浜はすごいキャリア長いんですけども、はいはい、まあ、あの将軍ですよね。将軍、それからスペースバンドに結構長い、角田博さんの、はいはい、あとスタジオミュージシャンとして松田聖子とか、あとあのピンクレディのバックとか最盛期に、あのシンセの後ろでピュンピュンと、UFO の音は私がやってました。あ、UFO の音、そうなんですよ。あの当時あれのできる人あんまりいなかったんだよね、あの人生でね。じゃあもうずっと聞いてんで、日本のテクノの初期っていうの、だからあの日本シンセサイザープログラマー協会の、うん、あの理事さんも長い間やってたんですよ、ね、それでベースとピアノとシンセと、うん、あと何でしょうね、あの随分いっぱいやってますよね、うん、これ昨日思い出したんだけど、大浜さん、ね、40年前ちょうどこの夏はロングバケーションレコーディングやってて、ってますこれ全曲弾いたんですよ、ね、でシンセもダビングして今頃やってたなって思って、あの大竹英一さんのねロングバケーションのピアノ、ロングバケーション、うん、レコード持ってます、素晴らしいですよね。弦のアレンジとかは別にそこは前田さんがやってたけど、うん、この頃ね、この隅田純と NASA っていうバンドをやってて、あ、はい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 、NASA とロングバケーションでずっと信濃町ソニーにもう毎日行ってたし、そうでしょ、僕ねその時ね、あのソニーであのエピックでダメでソニーでアルバイトしてたその時にね、シナソって一番高いじゃないですか、うん、大滝さん1年間契約だった そこを大滝さんが抑えてたのよ何やってんのかなと思ったら、もう1年も抑えるとすごい、アコースティックをダビングしてたみたいなことないから、うん、歌入れとかはもうそうでしょ、だいたいトラックダウンに1曲1週間とかそういうレベルで使ってたから、ゴージャスな、その時いらしたんですか？いました、だから私も毎日いました、そうなんですか、すごい、だからすごくね懐かしいっていうか、いろんな僕もなんかこう思い出ありますよね、これ、うん、その時にねいらしたんですね、伝説のスタジオですね、うん、すごい素晴らしいですよ ね、これちょっと今動画も撮ってますけどですね、これ皆さんね誰でも知ってるでしょこれ、ね、そう、私も持ってます、ずっと聞いてましたね、聞いてます、素晴らしいですね、これは本、これはね NASA のアルバムがもうなくなっちゃったんで、はい、このボーカルの亀井敏夫のアルバムに NASA の曲がそのまま入ってるんですよ、あ、そうなんですか、で今 CD で聴くのこれしかないですけど、なるほどね、今でもバンド10個ぐらい掛け持ちしてんだよね10個、隅田純とはセプテンバー6ってあの9月6日生まれなんですけど、はいはい、あさって9月6日クロコダイルで、あ、告知ですね、はい、これペンギンと、ペンギンと、はい、9月9日、はい、6日、あ、ごめんなさい、9月6日ですね、明後日ですね、あ、明後日日曜日ね、はい、原宿クロコダイル、皆さんどうぞお越しいただきたいと思います、バースデーライブ、バースデーライブ、バースデーライブ、同じ年なんです、同じ年の同じ日生まれ、あ、そうなんですか、すごい、うん、スペースバンドもこう一緒にやってたんですけど、スペースバンドも今年あのカムバックして、あ、そうなんですか、はい、角田さんの僕ライブ G っていう番組に出たことあって、赤坂のね、あそこスタジオで行きましたね、
なんかもう本当皆さんお元気そうでね素晴らしいですね、うん、ということでね今日は生演奏ということでまずその1曲目は ね、 そうですね、はい、じゃああの1曲目ですけどこれまあアルバム曲じゃなくて、うん、あの一番最近作った曲でずっと3ヶ月自粛していた間にですね、はい、自分もあのうちから毎晩9時に1曲ずつ配信するっていうのを101日間続けました。3月の終わりから7月何日まで、うん、そのおうちドラゴンとして YouTube に101曲上がってます。毎晩1曲でその中でさこれ101曲目にあ、まあ、アンコールで101曲目に作って、で曲は有名なスペイン民謡の禁じられた遊びっていうギター弾く人だみんな、はいはい、これなんですけどこれに作詞詞をつけて、うん、禁じられた遊びに詞を作詞です。もともとインストゥルメンタル曲なんですけど、はいはいはい、そうですよね。じゃあちょっとやってみると頑張って答えてやってみます、はい、まあ今のミュージシャンの気持ちを代弁した歌になってます。ワン、ツー、ポー。そこに行けば心弾む友の顔とバンドのビート語り合って飲んで歌う禁じられた遊び、あなたの顔今は見えず変わるんですね、はい、そのやっぱ禁じられた遊びっていうのはやっぱりその、ね、ミュージシャンのやっぱ音楽っていうことですね、はい、そうです。中学生ぐらいの頃に聴、はい、いてなんか胸がキュンとした思い出はあります、ね、ありますよね。古い歌ですからね、うん、民謡でもこういう風に変わるとやっぱかなりあの雰囲気が変わりますよね。もう一つはこれ民謡ですからあの、はいはいはい、著作権フリ ー、 あー、ね、そういうことになりましょうね、はい、こう朝日のあたりとかああいうの、はいはいね、カバーいっぱいあるんですけど訳詞だけどねちょっと著作権の関係があるんででもこういうのはいいですよね。うーん本当のフォークソングですよね。なるほどね、うん、素晴らしいですね、はい、これは CD に入ってないですね。入ってないですね、うん、今度、まあ、もしかしたらバンドで次アルバム作ろうかなと思って、うんうんうん、その時にでもやりたいな。ザ・ドラゴン、うんはい、思ってます、はいはい、もうあのライブもね精力的にねお二人やられててあの素晴らしいなとか思いますけども、え
一曲やれば先輩何目で合図してんの無理俺が仕切ってどうするんだよ人の番組だいたいねもう仕切られるんだよね俺はもうもう今日も台を作ってこられた日にはさ俺ももう唖然としたもん緊張しちゃういや、ね、でも助かりますよその流れがね、うん、あの無駄なくやっぱりね、ケイタロウさんもそうなんだけど、この時代の人っていうのはね、もうきちっと しなきゃダメなのよ。ケイタロウさんもそんな感じだもん。ダラダラじゃダメなの。うん、そうそう。だから俺はもう結構ダラダラね、行き当たりばったりでやってるんだけどね。適当がダメなんだよね。うん、適当がダメなんだよね。そうですよ。なんか、あ、俺歌います？どうぞ。俺ちょっとも、あの、今ちょっと持ってきたんですけど、リクエスト、博多のミキさん、うん、あの風の中で立てっていうのをね、うん、ちょっとあの初めてね、やりますけども、ちょっとやってみますか。途中から入ってもらってもいいですよ。いいよ、わかりました。焦る気持ちは今じゃない。
はい、福岡の、うん、博多のミキさんのねリクエストにお答えしました風の中で立て、ちょっとこれ長い曲なんでちょっとカットしましたけどもですね、すいません、ありがとうございました。急にあのやらせていただきましてですね、素晴らしい。今度あの一緒にライブやるんだよね。あ、そうですね、あ、よろしくお願いいたします。これ馬車道、馬車道横浜の駅から一つ二つぐらいですよね。あのパラダイスカフェという、ところで、はい、サトゥリーちゃんザドラゴンでゲスト金吉雄優美、いやーもうねー、あの楽しみにしております。よろしくお願いいたします。9月24日ですね、うん、9月24日ですね、はい、9月24日、はい、馬車道パラダイスカフェですね、はい、ぜひねこれご予約とかね、そうですね、ありましたらですね、あの多分定員があると思うんですよね、あのうす、こういう時期なんで、はい、で、18時半オープン、スタート19時半、7時半からスタートですね。3000プラスオーダーで、はい、パラダイスカフェ、の方に、予約入れてくれるか。そうですね、あの電話番号申し上げましょう。パラダイスカフェ、045-228-1668、横浜045-228-1668、これパラダイスカフェの方にね、ご予約いただきたいと思います。これはあのー、要するに、今回の CD 発売記念みたいな、ね、まあそうですね、それもあれありますけれども、実は本当は6月にやろうと思ってたんですよ、ね、そうなんですよね、一回あのやっぱコロナで流れたんですよそうなんですね、それで9月に持ってきたんですけども、はい、これ9月24日木曜日になっておりますね、はい、ぜひあの初めてライブ一緒なの初めてなんで、そうなんですよね、よろしく、ちょっと緊張しますけど、いや、お手柔らかにあのうちらはあれだよね、あの渡辺武史ロックンロールの、 あの横浜でロックンロールやってる、まあ、あのね、あのギターの渡辺武史と、松下俊美、花吉郎でやります。我々は5人で向かう、超ベテラン5人で、あのね、ということでね、お楽しみいただきたいと思います、はい、今日ね生演奏ということでですね、あの、はい、もう一曲何かね、じゃああのね、うん、人間っていう曲をやります。あ、これそうします、アルバムの中に入ってる、うん、はい、あ、わ、うん、かりました、うん、人間っていう、僕これもね好きな歌なんですよ。そうですね、今なんかねアルバムの中の好きな曲ベスト、あの選んでくださいってツイッターでやってたら人間っていうのが圧倒的に結構多い、あ、そうですか、多かったんでこのアルバムの中で短い、うん、なんかあのすごくこういうシンプルなんだけども、なんかこうね、あの心に響く歌っていうのが素晴らしいなと思いますよね。そっか、これで、ね、じゃあいいのかな、歌って人間です、そうですね、はい、まああのラジオであのただで聴いてもらうのは あんまりそんなことない。じゃ あの投げ銭しますか。今からちょっと投げ銭するから。いや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 、そういうせこい話をしてるわけで。ぜひ生でね、あの聴いてもらえるといいですね。そうですね。でも地方の人とかはね、あの聴ける機会はないんで。でもね、結構これやってたら、まあ、もう10年以上やってるじゃないですか。はい、でもずっと配信してますから、はい、無料で。うん、でもあの。続けてると海外の方とかのね、やっぱ聞いてくれるようになるんですね、はい、だからやっぱりなんか少しずつでもね続けていったら、うん、CD 海外からの注文ありますよ、うん、毎回、はい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 、アメリカに住んでる方とか、ああそうですか、うん、こっちもやってます、ああそうですか、じゃあちょっと一曲ここで、はい、じゃあ大浜と二人で人間という私のオリジナルをじゃあ10ショートストーリーアルバムの中から歌います。
秘密があるのが人間、意志が弱いのが人間、嘘をつくのが人間、人人人、欲があるのが人間、怖くて立ち尽くすのが人間、夢を見るのが人間、人人人、今日も明日も同じようにくだらない話をして笑い、一日を生き延びるだけ、人人人、俺はここにいる、くだまでもいびつでも、私はここにいる、未熟でも弱虫でも、君の周りを太陽が回る、君の周りを世界が回る、物語の主人公はいつもあなただ、秘密があるのが人間、意志が弱いのが人間、夢を見るのが人間、人人人。イエーイ、ありがとうございます。人間というね、あの、まあ、本質に迫るようなすごくあの素晴らしい歌ですけどもですね、かなりあの曲はたくさんもう今まで作られたんですかね。そうですね、まあそたくさん、バンドを去年の初め、去年の2月ぐらいに3月ぐらいにバンドを始めて、はいはい、もう60曲だか80曲だかやりました、バンドで。すごいですよね。でそのまたその始めようっていうなんかきっかけあったんですか、しばらくその離れて。はい、どういう、うん、あのその前に専門学校の先生をやってた時代がありまして、日本工学院のところで、はいはい、そこでまあ自分ゲーム音楽の専門家なんでゲーム音楽を教えてたんですけど、で、まあ、そこで、まあ、大浜とか他のメンバーも先生だったんですけど、うん、学校を辞めることになって、その時55だったんですよ、うん、俺55で学校を辞めてどうしようかな、で、まあ、先生やるかそういう BGM の仕事やるかと思ってた時に1ヶ月ぐらい考えて歌を歌おうっていう、要するにもう55っていうともう先そんなないですから、現役でできる、だからもう好きなことやろう、で自分が本当にやりたことなんだろうってずっと考えたら、その19の時に始めたシンガーソングライターっていうところに戻ってったんですね、自分の原点ですよね、自分にしかできないこと、すなわち BGM の仕事とかいくらでも代わりがいるんですよ、先生でもそうなんですけど、それでまあ自分にしかできないことやるかなと思って、まあ、歌い始めたっていうことですね。だからブランクは長かったです。でもそのでアルバム作ってっていう、でも十何年やってきて、初めライブ年間120本ぐらいやってましたよ、初めの 2,3 年は、アウェイの場所に行ってですね、知らない人とかで、今はもうね自分のバンドのライブ、この間思ったんだけどさ、今もう自分のお客さんの前でしかやってないわけ、コンサートやるとだから出演者ワンマンで、まあ、たまにゲストとかあっても、はいはい、ほとんどはワンマンなんですよ、で知らない人の前でやることあんまりなかったわけで、この間ちょっとあるフォーク酒場みたいなとこ行って、担ぎ出されてちょっとステージ上げられて、全然知らない酔っ払いの前で歌ったんですよ、でまあもちろん散々そういうのやってきたわけだから、そういうの
まあ得意っちゃ得意なんですけども、うんうん、でもなんか思いましたね。なんかずっとやってるうちに、うん、自分たちのお客さんの前でしかやんなくなってた自分っていうのがいて、で初めはガツガツ人の前で出てって、うんうん、俺の歌聞けっていう感じでやってきたわけですよ。そのことを思い出してね、まあそういうのもいいなと思って、あ、新鮮にね。そうそうそう、だんだん年取ってくるとさ、それが当たり前になってきちゃう、うん、きちゃうじゃない。だからまあまた結構ねアグレッシブに出てってもいいかななんても思って、だから一人でもやったりバンドでやったりっていうのも両輪でまあやってます。あと大浜と二人でやることも結構ちょこちょこ小さいところでも、そんなんでそれぞれ違いますよね、同じ歌でもねやるとね。そうなんですよね。僕もあのなんかその老人介護施設でね、あの何度かやらせてもらってたりするんですけども、その何も知らない人にヒット曲がないじゃないですか、自分たちは、はいはい、たちしてるんですけど、ね、でもヒット曲がないって、そうですよね、もう何も知らない人の前でヒット曲がないのにそれを載せるっていうのがね、うん、あのとてつもなんかあのないことなんだけども、ものすごくその乗ってくれた時に勇気がつくっていうか、うん、自信になりますよね。なんかそうですね、うん、なんかね、そういう風なことがなんかありますか。いやいや、あの本をずっと見てて。いやいや、大浜さん、あ、大浜さんの本、これね、ピンタ音楽大学の先輩が書かれて先月出た本なんですけど、ええ、あ、そうなんですか。ピンタ音楽大学が国立にあった時代の、あの話、今は違うとこ確かなんですけどね、うん、はい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 、山下洋介さんとかとんでもない人が学生だった時代、はいはいはい、60年代にジャズが大学の中に芽生えて、でその頃僕も中学からあの付属だったので、先輩たちをよく見てたので懐かしく読んでるんですけど、70年代になると私も出てきます、ちょっとだけ。あ、そうなんですか。ジャズから見る、国立音大の風景、そう、猛者がいっぱいいたんですよ。フルバンドが3つも4つもあった時代で、あ、みんな素晴らしい人たちが、あ、はい、活躍した時代がね。大浜さん結構アカデミックなんだよね、うん、いい意味で言ってんだけど、うん、俺らストリート系だから、うん、そうそう、ストリート系なんで、ね、だからもうブルースとかそういうところから、うん、もう来てるでしょ、うん、俺よくねギターも弾くんだけど、うん、ストリート系のギターって言われるよね、うん、あの、だからまあでも面白いですよね、すごく、うん、そういうアカデミックな人と一緒にやってて、別に音楽だからとってこともないんですけどね、うんうんうん、いやでもお二人ともアカデミックでしょ、私たちから、ね、さ、まあ俺も先生やってたから、ね、そうですよ、そうなんですけど、そうですよね、でも独学なんだよ俺は。大浜さんちゃんと学校で、あ、そうです、僕も何もねできないまま来たから。大浜お父さんオペラ歌手かな、嘘、本当ですか、しかもね、あれ三味線まで教えてるんですよ、三味線と大正琴だっけ、山で、うん、そうなんですか、三味線習いたい、すごいまあでも俺も見よう見まねで打ち込み、ドラムからベースから全部一人でやってますからね、うん、打ち込みでね、いやーすごい、そんなね、なんだろう、何やってきたんだろう俺いいじゃないですか、本能のままいやいや、ね、何の目的もなく、うん、でもやっぱりいろんな方とこうやってね出会うのが僕のまあ生きがいになってるんで、ね、今は割と幸せかもしれない。結構あの同じような年でも、はい、あの4つ5つ違うだけで年代が微妙に、特に8年の時はもう時代がどんどん変わってったんで、多分 いくつだっけ、デビュー20、あ、デビューしたのが80年とかな、ね、俺72年ぐらいでしょ。大浜さん初めてレコーディングはいつ、72年ぐらいですね、72年の同じぐらい、うん、おいくつぐらいの、だから72年ぐらい、俺ら20歳ぐらい、20歳ぐらいですね、20歳ぐらいでデビューしてるって、で俺らの周りはほとんど19、20歳でデビューしてる、ほとんどですよ、だまだ九州にいた頃だから、うん、もう、うん、もう割とちょっと遅咲きでしょ、そうですよ、25、5、6、4、5とかですね、エレックでもだから大体23歳ぐらいまでのタレント、あの泉谷なんかでもその当時はね、あ、なるほどね、うん、だからまあみんな分かったかもね、うん、そうですよね、そうやっぱすごいよね東京ってね、うん、いろいろね、東京
いやだってそうですよ、田舎からこっちへ出てくるのが大変って。倉庫は俺らの上の方がそうめちゃくちゃ暑いですよ。あの俺のちょっと上の人たち、清城で1個ぐらい上なんですよ。あ、そうなんですね。でそっからだからあの用水とか宅野とかはちょっと上の人たちだから、そこそうものすごい暑いですよ。俺らの同世代とアルフィーぐらいしか出てきてないですよ。あ、なるほどね。ぐらいしかってひどいからその、うん、なるほどね。ということでね、もうあっという間の時間になりました、ね、なんか岡地さんから今メールが来ました。岡島くん、岡地 CD 聞いてます、龍さん、はい、本当、ね、で大浜様におかれましては初めましてです、ね、丁寧な岡地くん、うん、ありがとうございます、うん、ありがとう。いただきました。あ、そうですか。はい、これが生放送の良さだよね。届いた、うん、こう。こう出たんでしょ。ん？ここ出たんでしょ。一回ね。ああ、はいはい、来ましたね。おかじのアルバム俺が全部。ね。ね、そうらしいですね。このエピソードもお聞きしました。うん、彼はほら、人間、人がいいからね。話聞いてると面白いのよ。面白い。苦労人だよね。結構 いじられキャラ、ね、面白いですね、うん、ということでですね、まあっという間の1時間になりましたけども、はい、最後にね、なんかこの CD の中の曲を、うん、最後の、うん、今人間って歌いましたけど、アルバムの中でそれが9曲目で10曲目にかかる次の曲が流れで、はい、そうですね、かかる、これいけますでしょうか、最後の曲、うん、これ聞きながらお別れしましょうか、はい、Look at me、Look at me now、 Look at me now、 Here we go、 I have to say goodbye。もう少しそばにいたいんだけど、何か言わなきゃ言葉も出てこない、だけで幸せな気分になれるっていうのに、そんな権利もない、the star 触れることさえ叶わぬ star light years away homeboy look at me ね、はい、ということでですね、最後に曲を聴きながらですね、ライブ告知、はい、じゃあ、はい、我々来週になると思います。9月11日金曜日、はい、綾瀬のチェスという店で、毎月第2金曜日に綾瀬のチェスという店で、はい、佐藤千代さんドラゴンの月齢ライブがあります。9月11日チェス、はい、よろしくお願いします。大浜さんの方は、はい、ありがとうございます、はい、9月6日あさってですね、原宿クロコダイルでセプテンバー6ペンギンのライブがあります。よろしかったら配信もしますのでぜひ聞いてください。あ、そうですか、原宿クロコダイルはめちゃくちゃうまいですけど ね、みんな、ね、俺が言ったあれだけど、ね、ということでね、お楽しみいただきたいと思います、はい、あっという間の1時間でした。僕はね、明日ですね、明日ですね、そうですね、マイタービームです、アビームね、はい、ね、やります。また宣伝させていただきます。あっという間の1時間、ありがとうございました。本日のゲスト、佐藤隆一さん、どうもありがとうございました。大浜、和文さん、あ、和文さん、はい、ありがとうございました。お相手は、はい、松下としみ、あの後ろでした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。流れる春には菜の花が
姿優しい。あの人は今はない。